楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対玄武、1回戦の模様をお送りいたします。イーグルスの先発はわしのノーヒッター近藤、玄武の先発はベテラン小笠原、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。バッターは切り札シージ。第9球初球外れてボール。第2球投げたボール。投球は3球目投げたインロボール。第4球を投げた、おっと打ちました、取りました。これで2アウト、ランナーありません。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で切り札チー、第一打席は内野フライに倒れています。投げた、打った、ライナーレフト前のヒットになります。レフトバックホーム、シーギナイスバッティングです。ゲームは中盤戦に入ります。バッター切り札シーギ投げました、低めギリギリいっぱい、ストライク。まずは見送りました。第2球投げました、危ない球。投球はこれから3球目、インコース引っ張った、行ったか、どうだ、入るか。シーギいいバッティングを見せました。板谷降板、右の葛西今シーズン初のマウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。玄武リードで迎える5回です。ツーアウトランナー一塁という場面で切り札シーギ、今日はここまで3打数2安打。投げました、初球を打った、打球は右中間に上がった、ワンバウンドヒットになった、ボールは中継、バックホーム、間に合うかどうか。玄武1点入りました、10対5。玄武リードで迎える7回です。ワンアウトランナー一塁という場面で切り札チーギ、ここまで3安打。第2球投げました、完全に外れた、ボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げた、打った、引っ張った、レフトの左、ファール。さあ5球目、打ったに当たりだ、ショートライナー、これで2アウト。玄武リードで迎える9回です。ノーアウトランナー1塁という場面で切り札シーギ、ここまでヒットは3本。第2球打った、痛烈な当たり、2塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ。玄武見事勝利を収めました。さて本日のヒーローは辰巳、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきましたように15対10、玄武勝利しました。勝利投手は小笠原、敗戦投手は近藤、そして西武は堀岡。玄武今日はいい内容でした。次のゲームも期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で、楽天生命パーク宮城よりお伝えしました。楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対玄武、2回戦の模様をお送りいたします。イーグルスの先発はベテラン安楽、玄武の先発はノーヒッター今永、この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。ノーアウトランナー一塁という場面で切り札チーギ、まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ、もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。第1球投げた、初球はストライク、
いきなり154キロ、1球目ストライクから第2球、これはストライク、これは悠々セーフ、盗塁成功です。辰巳、今シーズン2個目の盗塁を決めています。追い込んでから投げた、1球外した、ボール。次は4球目、投げた、引っ張った、切れていきます、ファール。第5球、投げた、スライダー、ボール。投げました、ボール。次が7球目、低めいっぱい、見逃し三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。試合はこれから中盤4回に入ります。バッターは切り札シーギー。初球から打って、内田ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。ゲンブ、追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で切り札シーギー、初球打ってきた、ライトバックしていった、ワンバウンドヒットになる。ライトからセカンドへ、ゲンブ、さらに1点追加、シーギータイムリーツーベースヒット、初安打。リプレイをご覧ください。現部リードで迎える6回です。ツーアウトランナーなしという場面で切り札シーギー。今日はここまで3打数1安打1三振。初球ストライクから投げました、ボール。第3球はあっと、いった、入った、入った、ホームラン。今シーズン第1号ソロホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、ストレートを完璧に捉えました。素晴らしい一発をベンチも祝福。ゲンブリードで迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という場面で切り札シーギー。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、決まった、ストライク。第4球を投げました、打ちました、キャッチャー落下点に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。8回の表が終わって9対2、ゲンブリードを7点としています。ゲンブ見事勝利です。さて本日のヒーローは秋元、今日3打点を挙げる活躍を見せました。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は11対7、ゲンブ勝ちました。勝利投手は今永、敗戦投手は安楽、ゲンブ全員で勝利を呼び込みました。この流れで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で。楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対ゲンブ、3回戦の模様をお送りいたします。イーグルスの先発は左の鈴木、ゲンブの先発は左の高橋、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。ワンアウトランナーなしという場面で切り札シーギー。第9球ボール。第2球投げた、打ちました、三塁線切れてファール。第3球を投げた、インコース低め、ストライク。バッター追い込まれました。追い込んで第4球を打ちました、抜けた、シーギーナイスバッティングです。同点で迎える3回です。ワンアウトランナー一塁という場面で切り札シーギー、ボール。投球これから2球目、投球ストライク、二塁、これは楽々セーフ、盗塁成功です。辰巳、今シーズン3個目の盗塁を決めています。第3球打った、強い当たり、入れば勝ち越しだ。打球はレフト見上げた、ホームラン。今シーズン第2号ツーランホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ。チェンジアップを完璧に捉えました。さあチームメイトからも祝福を受けます。
リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。現部リードで迎える5回です。ノーアウトランナー1塁という場面で切り札シーギ、今日2打点を挙げています。もう一度1塁牽制球です。第1球投げた、直球決まってストライク。第2球完全に外れた、ボール。1塁牽制、タッチはセーフ。続きランナーの動きを警戒しています。ストライクになった、これは悠々セーフ、盗塁成功です。辰巳今シーズン4個目の盗塁を決めて打ちました。いい当たり、あっと抜けた、センターからセカンドへ、現部1点入りました。4対1。先ほどのプレーです。現部追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で切り札シーギ、今日はツーランホームランを打っています。ランナースタート、これはストライク、キャッチャー送球セーフ、二塁はセーフ、ランナーが一つ先の塁に進んでいます。第3球を投げた、3球目ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、マシンで捉えた、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ、ランナー二塁三塁残塁。6回の表が終わって5対1、現部この回の攻撃は0で終わっています。さあバッター、チャンスをものにできるか。イーグルス、ここは中間守備を取りました。投げました、初球外れてボール。第2球投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、決まった、ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、カーブ、ボール、低め。投球これから5球目。打った、三遊間のゴロ。バックホーム、間に合うかどうか。一塁送球、セーフ。一塁はセーフ。現部1点入りました。現部リードで迎える9回です。ツーアウトランナー1塁という場面で切り札シーギ。今日は3安打猛打賞。ファルボール。投げました。打ったに当たりだ。ショートバウンド、一塁送球。ここは守備に阻まれました。スリーアウトチェンジ、一塁ランナー正子残塁に終わりました。9回の表が終わって11対1、現部完勝です。ご覧のように現部が勝ちました。さて本日のヒーローはシーギ、今日4打。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。結構普通だね。なんか下手にすげえ回ってたけど